ホズキは、ナスカホズキ族の一年草または、多年草、またはその果実、カガチ、ヌぬかキとも言う。ホズキ族には、アメリカ大陸、アジア、ヨーロッパに百種余りが存在する。このうちホズキは、日本の北海道、本州、四国などを原産地とする一年草または、多年草である。草丈は60センチメートルから80センチメートルになる。 淡い黄色の花を6月から7月頃に咲かせる。この開花時期に合わせて日本各地で宝月市が開催されている。開花と果実の見頃を含めると6から9月。花の咲いた後に六角状の額の部分が発達して果実を包み袋状になり、こなすとオレンジ色になる。宝月には毒性があり、普通は食用にされることはない。 特に妊娠中の女性の摂取は子宮収縮作用で流産となるため禁物である。ただし、同じホウズキ族には島ホウズキや食用ホウズキなど果実が食用に適した種もある。なお、ホウズキのワインとして販売されているものがあるが、その原料はホウズキではなく同族の食用になる種類の果実である。宝月は鉢植えやドライフラワーなどに用いられ、 その愛好家も多い。通常は鑑賞用だが、果実は頬ずき人形にしたり、中身を取り除いて、口に含んで音を鳴らす、風船のように膨らませるなど子供の遊びに使われていた。二重や星天灯の奇種植物の一つで、歯にはルテオリン7オグルコシドという接触刺激物質を含んでいる。頬ずきの名は、その実の赤くふっくらした様子から頬を連想したものという。 同じく赤い果実から、頬は、火であり、月は染まる意味であるとも言う。また果実を鳴らして遊ぶ、子供たちの様子から、頬月の意であるとも言う。他には、頬という虫がつくことを指すとする説もある。ちなみに、頬月に、しばしば群生する、ヘリカメムシ科のカメムシは、今日、頬好カメムシとの和名を与えられている。漢字では、頬好のほか、頬好鬼灯りともかく。 中国の方言では、宝月の名の他に、天宝、西木道路、泡泡草、暮れないーニャンなどともいい、英語では、チャイニーズランタンプラントとも呼ばれている。古語では、赤、かがさとし、かがやきけつ、赤、かがやきけつとも呼ばれていた。ヤマタオロチの宝月のように赤かった芽が、由来とされている。種や株分けで増やすことができるが、ナスカ植物との連作障害があり、 連作障害は、不完全菌のバーティシリウムダーリエによって生じる。地下お及び根は、ホーズキネという生薬名で呼ばれている。ナスカ植物の例に漏れず、前層に微量のアルカロイドが含まれている。特に、ホーズキネの部分には、子宮の緊縮作用があるヒストニンが含まれており、妊娠中の女性が服用した場合、流産の恐れがある。 平安時代より鎮静剤として利用されており、江戸時代には堕胎剤として利用されていた。現在も、石や炭、下熱、冷え症などに効果がある民間薬として、禅僧を干して煎じて飲む風習がある地方が存在する。日本の仏教習俗であるお盆では、額に包まれた宝月の果実を、死者の霊を導く蝶鎮に見立て、枝付きで精霊棚に飾る。 宝月に宝月の字を当てるのは、盆に先祖が帰ってくる時目印となるちょの代わりとして飾られたことに由来する。歴史的には、宝月市は東京都港区芝のあたこ神社の縁日に由来すると言われている。あたこ神社の縁日では、宝月を水でうのみにすると、大人は尺を切り、子供は虫の木を去ると言われていた。東京都台東区、浅草寺の 高月市は特に有名になっている。毎年7月9日、7月10日に開催され60万人に上る人出がある。戦争時では古くから観音様の縁日が開かれていたが、室町時代以降にど独日の風習が加わり、特に7月10日には千日分のど独が得られると言われた。このど独日は、教皇年間の頃には4万6千日と、 呼ばれるようになった。戦争時の宝月市は、約200年前の明和年間に始まったとされ、山、東京殿の雲の糸巻によると、芝、清少寺の門前の武家屋敷に奉公する中間が、あたこ権ンの霊夢を見た翌朝、庭で一株の千なり宝月を発見し、6月24日の九毒日に青宝月の実を、アタの神前でうのみにすれば、 大人は尺の種を切り、子供は虫の木を封ずるというお告げがあったと不意調したところ、不思議と効能があったため、いつしかゴム草の虫薬と称して、青鳳きの死が境内に立つようになり、さらに6月24日が観音様の4万6千日の苦毒日であったことから、浅草でも鳳き市が始まり、あたごより盛大になったという。また、江戸時代には青鳳月は下熱剤や、 婦人の腹熱に特効があると言われていた、宝月市が開催される主な場所、ありがとうございます。